南町田グランベリーパーク駅南町田グランベリーパーク駅は東京都町田市鶴間3丁目にある東急電鉄田園都市線の駅である。駅番号は DT252019 年現在駅社改築工事が進められている。標高は75メートルで東急電鉄全駅の中で最も高い。東京都に所在する鉄道駅としては最も南に位置している。 東急モールズデベロップメントが2017年2月まで運営していたショッピングモールグランベリーモールの最寄り駅であったため旧駅名の南町田駅にグランベリーモール前という副名称を付けられていた特に土曜休日は同モールへの来場者が多くなることからアクセス工場のために急行、大井町線直通を含むが終日停車していたまた 2007年より平日朝、上り線のみに設定された準急が2014年6月のダイヤ改正で平日、土曜、休日の日中運転、上下線を実施するようになり、これと同時に、これまで通過していた、当駅にも終日停車するようになった、平日のドーモールへのアクセスも、結果的に向上した。2017年より、駅周辺の再開発計画、 南町田拠点創出町づくりプロジェクトに伴う駅舎改良、リニューアル工事が進められており、改良後の駅舎にはエスカレーター2019年8月21日使用会やホームドアを設置する計画で2019年6月9日には先行して新駅舎の一部が完成し、南北自由通路や中央改札、新たな旅客用トイレの使用が開始された。 さらに、この再開発計画により、新たに整備されるエリアは、南町田グランベリーパークとして2019年11月の町開きを予定していることから、当駅の駅名も、同年10月1日に、南町田駅から南田グランベリーパーク駅、公設参照に改称し、同時に、平日も急行が停車するようダイヤ改正が行われた。 相対式ホームに面2線を有する地上駅で2019年6月の新駅舎使用開始以降は京上駅舎を有している。改札口は駅舎の南北自由通路に面した中央改札の1カ所。2019年の駅舎改良以前は駅舎南側にある正面口旧グランベリーモール口と国道16号に面した北口の2カ所に改札が設置され、 ホームには待合室が設置されていた。トイレは中央改札を入って右手にあり、多機能トイレも設置されている。かつては、旧駅舎の正面口改札横にトックスがあったが閉店し、南側のグランベリーモール内に立地していた AM、PM の跡地を利用し、2010年11月16日から2017年2月12日までローソントックスが営業ていた。 その後、トックスは土地に10サーバーが出店し、改札内外から利用できたが、2014年10月19日で閉店している。近年の1日平均乗降人員と乗車人員は、下記の通り、駅南側には2000年4月から2017年2月まで、ショッピングモールの、グランベリーモールがあった。同施設と一体となった街づくりが行われた、ことにより、 同施設の営業中は、欧米の街並みを思わせる風景が広がっていた。対して、北口は、国道16号が近接しており、商業施設などは少なく、小建て住宅や、大型マンションといった、住宅街が広がっている。駅周辺の住所は、町田市鶴間であり、町田市南町田という住所はこれまで、存在しなかったが、2016年7月18日の、 住居表示実施で、国道16号線北側の地域で新たに、町田市南町田1丁目から5丁目が設置された。ただし、国道16号線南側の町名はこれまで、通り、町田市鶴間であり、駅所在地の住所も、鶴間のままである。2017年より、町田市と、東急電鉄が当駅周辺、グランベリーモール、 鶴間公園を含むの再開発事業を進めており、再開発により整備されたエリアは南町田グランベリーパークと呼称され、2019年11月13日の町開きが予定されている、このうち同日開業の商業施設エリアについてもグランベリーパークに解消となる。最寄り停留所は北口ロータリーの南町田駅で、前日の駅名解消後も停留所名称は、 解消されていない。2017年3月までは、正面口、現、南口を出て、すぐの路上に停留所が設置されていた。以下の路線が乗り入れ、一般路線は、神奈川中央交通、中山営業所、神奈川中央交通東、山戸営業所が、空港連絡バス、高速バスは、神奈川中央交通東、相模原営業所、神奈川中央交通西、 平営業所、京浜急行バス、京成バス、小港鉄道、富士急湘南バスにより運行されている。北口には2016年9月まで小さなロータリーが存在し、かつては周辺施設への送迎バスのみが発着していた。そのロータリーを拡充することになり、地下部分には自転車駐輪場、2016年4月1日、大温と南北地下通路、 南町電磁下道2016年6月25日開通が先行して整備された。その後2016年夏から町田市が地上部で北口駅前広場の整備工事を進め2017年4月から正面口、現南口のバスタクシー乗り場が北口の新ロータリーに全面移転し同年7月からは空港連絡バス、高速バス、深夜急行バス、 校舎のみが乗り入れを開始した。ただし、南町田病院、万葉の湯といった送迎バスは従来通り、南口の路上より発着する。駅所在地の旧村名であり、現在でも地域名として使用される、南村、南地域、1954年、当時の町田町と合併の南と、町田市の町田、そして、同市の南端に位置していることなどから、南町田となった。 当初は候補として旧来のあざなであった鶴間から東急鶴間もあった。2018年8月16日、東急電鉄は南町田駅の駅名改正について発表。再開発により整備された周辺エリア、南町田グランベリーパークの町開きや施設の開業に合わせて南町田グランベリーパーク駅に改称することとなった。 さらに2019年8月7日には同年10月1日に解消を実施することが発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。